感染が確認されたのは、20代から70代の男女6人で、全員軽症です。このうち3人の感染経路が分かっていません。市町村別では、高知市が3人、須崎市が2人、南国市が1人です。年代別では、20代が3人、30代、40代、70代がそれぞれ1人です。 津崎市の20代男性会社員2人は、すでに同じ会社の寮で生活している同僚2人の感染が判明しています。これで、同じ寮で生活する24人のうち、4人が陽性となりました。その他の20人のうち、13人はすでに陰性が確認されていて、残りの7人を検査中です。県内の感染者は、 累計で人となりました医療機関には26人が入院していて中等症は1人減って3人、重症は1人です。